あらみなさん、こんにちは。つひこです。それでは今回なんですけども、楽天カードが GooglePay に対応、利用可能なカードや ApplePay との比較など解説ということで、今回は楽天カードがついに GooglePay に対応したということで、そちらについてお伝えしていこうと思います。 まあ、そもそも Google Pay って何ぞやということで、まだ僕の動画では取り上げてなかったこの Google Pay っていうのは、まあ簡単に言うとその名の通り Google が提供する決済方法のことですね。まあ以前は Google Wallet、そして Android Pay などがそれぞれあったんですけども、それが一つに統合されたものが現在の Google Pay なんですよね。まあなので基本的には Android 端末で使えます。ちなみに対応している端末や対応してない端末も中にはあります。で、その Google Pay の機能の一つとして、まあ電子マネーやクレジットカードをアプリに追加する とまた対応店舗での支払いに使えるんですが今回はその Google Pay に楽天カードが登録できるようになりましたまあ、僕は iPhone ユーザーなので Apple Pay に楽天カードを登録してるんですがまだ Google Pay が対応してなかったことに関しては全然知らなかったですねで使い方なんですけどもめちゃくちゃ簡単で Google Pay に楽天カードを登録した状態で例えばコンビニなどで使う場合は 店員さんにクイックペイでお願いしますと伝えたら、まあそしたらスマートフォンをかざすところがあるので、そしたらクイックペイのクイックペイっていう決済を行って、まあ決済完了という流れになっています。 ちなみに、このクイックペイが対応してるとこであれば、かざして使うことができます。まあ、他にも、クイックペイでご利用いただけるカード会社として、キャッシュ、ジャックス、JCB、ラインペイカード、そして、夢カード、で、今回新たに入った、楽天カードなどが利用可能というふうになってます。まあ、クイックペイとは別に、ID 決済でも対応しています。まあ、他にも使えるカードあると思うんですけども、ぜひご自身で調べてみるのもいいと思います。まあ、Apple Pay との比較なんですけども、今回は機能的な部分ではなくて、見た目だけの比較なんですけども、こんな な感じですね。まあ、左が GooglePay で右が ApplePay という感じで、まあ、GooglePay の場合はちょっとさっぱりした印象で、なんかちょっと物足りなさを感じますね。それに比べて右の ApplePay の場合だと、Visa やマスター JCB などのカードのブランドロゴが表示されているので、まあ、カードを使っている実感がちょっと出てきますね。まあ、けどま、GooglePay のような何も表示されてないということであれば、セキュリティ面としてはいいのかなというふうにも思いました。 ま、そんなこんなで今回は楽天カードが Google Pay に対応。そして利用可能なカードや Apple Pay との比較ということで簡単にお伝えさせていただきました。まあ、この楽天カードの登録して、ま、最大のメリットといえば、やはり利用金額の1%分の楽天スーパーポイントで還元されるという点なので、Google Pay に対応している端末であれば使ってみるのもいいのではないでしょうか。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。